ベニシャングルグムズ州はエチオピア北西部の州。面積は5699平方キロメートルで2015年の推定人口は100万5000人。人口密度は19.8人平方キロメートル。単独で多数派を形成している民族はおらず、諸民族が混在した州である。鉄数の自然が残る一方で通信、交通のインフラが脆弱で経済発展の大きな、 障害となっていたが、近年は中国資本によって整備、開発が進んでいる。その中でも大規模な国家プロジェクトの一つである大エチオピア再生ダムアはこの州の南西宮のアナイル川で建設されている。1995年に民族ごとに州が再編成された際、西部の諸民族混在地域をまとめて作られた。そのため、土地、資源をめぐる、 民族同士の衝突が絶えない。2019年6月22日のアムハラ州クーデタースイ事件では首謀者の一派が州北部のメテケル県に侵入し村人を37人殺害する事件が起きた。2020年9月よりメテケル県で民族系武装組織の衝突が激化し国軍が介入する事態になった。紛争では特定民族の住民に対する攻撃が 頻発しており、11月に住民が乗ったバスが襲撃され34人が死亡する事件が、12月には武装組織が100人以上の村人を虐殺する事件が発生した。2021年4月19日、州中部のマシ県シルバーアバイ軍が武装組織に占拠されたことをエチオピア人権委員会が発表した。武装組織は住民の殺害や公務員の誘拐が行われ、 軍の役人や警官は他の軍へ避難しているという。また同軍は大エチオピア再生ダム予定地の上流に当たり建設への悪影響が懸念される。ベニシャングルグムズ州は3つの県に分けられる。県の下には軍がある。その中で2軍は特別軍としてどの県にも属していないため、ここに含めている。二0二0年メテケル県でアムハラ人の指導者の一部が 土地所有権を主張。グムズ人との間で対立構造となった。ありがとうございます。